明治鉄道明智重軽機動車明智鉄道明智重軽機動車明智鉄道明智重型機動車は1998年平成10年から1999年平成11年にかけて5両が製造された明智鉄道の機動車である第3セクター鉄道東京議会が制定した標準型車両の最初の導入事例である1985年 昭和60年11月に日本国有鉄道国鉄明治線を第3セクターに転換して開業した明治鉄道が開業に際して準備した明智1系5両の大対応として1998年平成10年から1999年平成11年にかけて5両が製造された。1980年代中期に第3セクターに転換した鉄道が 車両の代替時期を迎える中、導入費用などの削減を目的に、第3セクター鉄道東京議会が定めた、標準仕様をはじめ採用した車両である。5両のうち3両は、セミクロスシート、2両は、ロングシートで製造されたが、同一形式とされ、全車が、正面貫通式、両運転台、トイレなしである。2011年、平成23年3月から運転されている。 行を対象ロマン号にも運用され、食堂車としても使用されている。2013年、平成25年から一部車両の外装が広告などのラッピングになっている。1980年代中期に特定地方交通線を第三セクターに転換した各鉄道の中には導入経費節源などを狙ってバス用の部品を多用して製造された車両を 採用した例が多数あったが、バスは対応年数を10年程度として設計されていたため、鉄道車両に部品を転用した場合でも10年を経過した時点で劣化が見られるようになった。第3セクター鉄道用の車両は、当初は富士中工業製のバスをベースとした車両を導入する事例と、新潟鉄工所製の国鉄機動車の設計を簡素化した車両を導入する事例があったが、 1990年代に入ると富士重工業製も鉄道車両用部品を多用した設計に移行していった。両者ともある程度の標準化は実現していたが窓の構造などに発注者独自の仕様が残り製造者、運用者の双方にとって効率が良いとは言えない状態が続いていた。バス用部品の流用による車両製造費用の削減もバスの構造が モノコック構造からより、軽量なスケルトン構造に移行した目安価な大量生産部品の鉄道車両への流用が困難となり、別の方法で初期費用の節減を図る必要が生じた。このような背景の中で、第三セクター鉄道令明期に導入された車両が、代替時期を迎えるにあたり、第三セクター鉄道東京議会が約2年の期間をかけて設計。 製造及び車両認可にかかる所定続きの費用期間短縮を狙った標準仕様を制定。明治鉄道明智重型が標準仕様を採用した富士工業製の最初の車両として導入された。第三セクター鉄道東京議会が定めた標準仕様を富士重工業製の機動車として初めて採用したもので数種類用意された全長の中から15メートル級の 車体が採用された。明智1型がバス用部品を多用したリベット溶接構造だったのに、対し鉄道車両で標準的な溶接構造が採用された。標準仕様に準拠し、前面は貫通式、乗務員室は左側で、乗務員室側にのみ乗務員用扉が設けられた。車椅子での乗降に対応した 900mm 幅、引き戸の客用扉が両車端に設けられ、 車椅子スペースが一箇所設けられた。扉間には中央部に上段固定、下段上昇の幅 1200mm の窓5組が備えられた。戸袋部に窓は設けられなかった。明智1型に引き続きトイレは設置されなかった。外部塗装は白をベースに紫色の濃淡の波型模様が正面に緑と紫の波型模様と筒子の花の絵。 明治鉄道の頭文字 AR が側面に入れられた。明智10と明智14の車内はロングシート、それ以外の3両はセミクロスシートで通路を挟んで左右に4人掛けボックスシートが3組ずつ設けられた。通路の左右でボックスシート1組分ずらして配置されている。走行装置は明智1型と同一で日産ディーゼル製。 ペ 6HT03 ディーゼルエンジンを搭載、新潟コンバーター製 DB115 液体変速機を介して二軸駆動の台車に伝達される。エンジンは、明智1系の定格出力 169kW230PS1900rpm に対して定格出力 217kW295PS1900rpm で使用された。 台車は上枕空気バネ、軸バネ式 FU34KDT である。制動装置は SME 三観式直通ブレーキが採用され、機関、排気、リターダで構成されるハイドロダイナミックリターダと呼ばれるそもそも速装置が用された。保安装置として ATSST が装備された。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は バス用のものを流用した能力2 7 9キロワット二2 4 0 0 0カロリー、h のものが設置された。1985年、昭和60年の明治鉄道開業に際して投入された明治1系の代替用として1998年、平成10年1月に1両、同年10月に2両、1999年、平成11年10月に2両の 計5両が製造され、同数の明智1型が廃車された。2011年、平成23年3月から運転されている、急行対象ロマン号にも運用され、食堂車としても使用されている。2012年、平成24年3月には、明智13の座席がロングシートに改造され、壁、天井に木目調のシートが貼られた。2013年、 平成25年からは全社を対象にラッピングの募集が行われており、明智 11, 明智 12, 明智13にラッピングが施されている。2017年の明智6引退時に、同社のロングシートを明智11に乗せてロングシートとした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。